膣鏡を使い捨てのプラスチックタイプの膣鏡膣鏡は、産科学において、女性の膣口内に挿入して解大した上で、膣空を検診するために用いられるほか、膣子宮内の医療措置、秩式手術のために用いられる医療用具である。一般的に知られるクスコの名称は、正確には膣鏡の一種であるクスコ式膣鏡のことを指す。感情秩と、 溝上秩序の2種類に分けられる。環状秩序は、子宮膣部を処置する時などに膣壁を操作する際に保護する場合に1個として用いられる。溝上秩序は、一般診察や治療に用いられ、全膣壁に当てるものと後膣壁に装着するものとが連絡していない上下療養が別々のものと一旦で接続しているものとがある。また、サイズも、 諸女から計算符など、膣口の開口具合によって様々なサイズが用意、されている。多くは、金属製であるが、使い捨て用のプラスチック製の製品も存在する。近年では、アダルトビデオなどで、膣内を見せる、アダルトグッズとして使用される場合もある。アメリカでは、女性自身の身体管理の一環として、膣鏡を使って、自分でチェックすることを推奨する動きがある。 筒鏡を入れた状態では外陰部を診察できないため必要があればあらかじめ診察を済ませておく。またこの時に適切なサイズの膣鏡を把握しておく。挿入に際しては適温に温めたものになめさわ剤を塗布して使用する。使い捨てでない場合は感染症を防ぐために滅菌処理が必要である。先端を閉じた状態でやや斜めに膣口に押し当て、 ゆっくり成虫に戻しつつ挿入する。奥まで挿入した後に先端をロックする。そのままでは子宮口は正面に見えない場合が多いので、全体を手前に引きつつ子宮を目視で確認し、正面に見える位置で窒序を奥に進める。必要な処置、検査を行った後に抜去する。抜去は挿入と反対の手順。期限年に、 火山の噴火で埋められたポンペイの遺跡から秩序が発掘されている。ありがとうございます。